その一枚一枚にこんな絵が描いてあるね。これはレプリカですわ。本物をそっくり作ったりして、で真ん中にお釈迦様が座っています。そのお釈迦様の説法を聞くためにたくさんの菩薩が集まっていますね。下にはたくさんありますが、ここにもたくさんありますね。ずっと下の方に行くと山の島の名が見えますね。これが須弥山です。須弥山と言いまして、我々人間はこの須弥山の南の端っこにおるそうです。ということはこれすごい世界ですね。太陽系はおろか宇宙全体を表すような広い無限の世界ですよね。これが仏の世界ですが、大仏さんを作るのはやっぱりそこで、まあ、生きている全ての動物植物人間だけですね。虫けらも人差しもみんなが幸せになるようにという願いを込めて作られたのがこの大仏さんですね。聖武天皇が発願されました。